こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています板橋由香です。普段は手作りをご紹介することが多いんですけれども、4月10日から4月18日の9日間熊のキルト展ということで、昨年から生徒さんたちと一緒に作りためてきました20cm×20cm のこのような熊のパターン、型紙は一つなんですけれども、皆さんいろいろ工夫をしていただいて、いろいろな熊を展示することになりました。会場はインテリア&キルトショップレンガの店内、それと足利の通り2丁目のアートスペース&カフェというギャラリーをお借りします。2カ所で開催いたしますが、非常に徒歩10分ぐらいで行けるような近い場所になります。こちらの熊を作るきっかけになったのが、昨年の春欧米で始まりましたロックダウンです。その時にお子さんたちが自宅の近所しかお散歩できない、そういう状況を周囲の人たちが見て、自然発生的に自分の家の窓からテディベアを飾るという、そういった運動が起こりました。ハッシュタグ熊探しということで、非常に流行しまして、熊を探す専用アプリができるほどの人気だったそうです。日本ではやはり外出自粛が続きまして、外に出られない時期が続き、キルトをする私たちも何か心の支えになればということで、こういう熊で何かつながれればなということで制作を続けてきました。昨年から制作を続けてきたこの熊たちも、生徒さんと私が作ってきたものを合わせておおよそ150点くらいになりました。こちらを2カ所の会場でご覧いただくことで、昨年のそのハッシュタグ熊探し、熊を探すという、それになぞらえて大人も熊探しを楽しんでいただけるのではないかと思っております。会場の間をできればお散歩する形で移動していただけたらと思うんですけれども、ぜひその際にこちらのアシスト、これは足利市の市役所が推奨してやっている運動なんですけれども、歩いてほしいということで、歩いた分だけポイントがたまります。でポイントがたまるとこのようなシールをいただけるんですけれども、市内のセブンイレブンに自分のその歩きましたよというスマホの画面を見せると、このようなシールがもらえて、でこれをある程度枚数貯めると、市内の小学校中学校に図書の寄付ができる、プラスこれをいただくときにセブンイレブンさんのコーヒーがいただけるという、そういう運動です。キャラクターも設定できたり、非常に楽しめる内容になっていて、私も昨年からアシストに参加しています。スマホの画面で見てみると、最初は赤ちゃんだった高氏くんが歩く旅に成長していくという、非常に面白い、アプリになっています。でちょっと私の高氏くんはあまり歩いていないので、こういうかわいそうな状況で、ポテト焼きそばを食べながら太り気味という、こういう状況になっています。しっかり歩くとキラキラした武将になるようなので、もうちょっと頑張って歩いて高氏くんを成長させたいなと思っています。4月10日からの熊探し、熊のキルト展、ちょうど陽気もいいので、ぜひ歩きながら散策しながら2会場を歩いていただけたらと思います。市内在住、それから市内で通勤、それから通学されている方はこちらアシストに参加できますので、ご興味ある方はぜひ取り入れてみて、キルト展とそれからウォーキング両方を楽しんでいただけたらと思います。今回はちょっと手作りではなく、こういった作品展のご案内いたしましたが、これからもいろいろな手作りの情報を発信していきたいと思いますので、ご興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。チクチク針仕事で癒されましょう。ハバハッピーキューティン。